いい子だ、影。Oh.
戻ったね。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。お前の甥が我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。己らが民に何をした。心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。やつもそう言ったな。だがやつは勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って飢えをしのぐがよい。どうした龍蔵、何があった。みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな。地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか。村で会おう。お主の弟子、敵に寝返ったと聞いたぞ。ざまあないな。今はよせ。年甲斐もなく若い女子と暮らすなど厄介の種でしかない。あれは娘のようなものだ。女子にとって父親など忌々しいものだ。おのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれどもこれ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから死角を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。
死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったや。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだね。皆の元へ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。少しずつ、まず坂平を倒さねば。
바로 사무라이 先生が物見を仕留めておる。さすがだ。のろしずつ、まず万兵を倒さねば。先生、ケンジと大手門の番は心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。冬にするか、または突き破るか。お主が決めろ。
ヒアリの扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っ手を言ってください。承知した。抜かるでないぞ。雅子殿も。万兵がいる。俺が先駆けだ。が寝返ったのかもしれんな。人をけだものに変えるのが戦の常さ。
この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て。向こうに渡れそうだ。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。ユナの手がいるな。待たせるね。Jakým harsimo? Partizano! Urbiš person polota. Ja!
Here, you. To you, Arsa. Yeah.
ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。龍蔵、クロードの首を差し出せば褒美を もらえるとさ。お前、仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。 そして死ねというのか。駒田での戦のように。龍蔵、叔父後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。 昔の話だ。
間に合う。共に故郷を救おう。今じゃ猛虎のもんだ。竜造、侍だ、侍がいるぞ。答えよ、志村殿はどこだ。Ha!
さすが正しの息子だ。この身を尽くします。叔父上、立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。 火星もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。北にいる万兵殿を始末。さあ酒井、猛攻を買ってやろうぞ。お供いたします。 政子殿、無事であったか。お芋のおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。
皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。仇を討たねば、全ての対馬の武士のためにも。追っ手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の仇、情けの者を逃がさない。皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより蒙古どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意思を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。大層な城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ、飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。わかるな。入れてやって、助けてくれ。おい、よしてくれ。門を開けろ。門を開けてくれ。
志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜像を信じたばかりに。みんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美について叔父上に話してくれ。志村様なら資格だよ。